こんにちは、稲葉です。今日は冬休み17連休に入りました。このお休みの間、できるだけ YouTube はアップしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。で、今回のパーポですけど、この前、アトリエフニポさんとコラボして、クリスマスで楽しめるパワーポイントテンプレートを提供しました。で、たくさんの方が使ってくださったようです。で、その中で、ものすごく大事な質問がありました。それにお答えしたいと思います。はい、こちらです。左と私の上に全く同じに見えるものがありますね。左の方にはカチッとするとテキストが打ち込めます。で、私の上にあるものはそれができません。その違いは何かいう質問でした。同じようにクイズ問題を作ろうと言ったけども、画像に入れることができない。で、できる方法を教えてほしいと。で、こういうことになります。まず、この前に提供したクイズ問題が入っていきますね。こんな感じで。ここにテキストを入れようとすると、私の作ったものはパッとあったらこう、入力ができます。成功到底。はい。これ OK ですね。で、一方で、質問された方も同じことをやったそうです。例えばやってみますね。アトリエフニポさんのサイトへ行って、同じようなのを撮ってみます。はい、こちら。いろいろあって楽しいです。これ。これパワポに入れてみます。はい、貼り付け。少し小さくしますか。はい、先ほどのクイズ問題と同じように入力しようとすると、え？入力のこれが出ません。ないですね。反応ないです。で、これがどういったかいう質問で言って、大事な基本ですからやっていきます。図形が、こういうのを入れますね。図形を挿入しました。で、今からやるのはわざと間違った方法です。このやり方よく見るので、図形とテキストを別々に作って、それをはめ込むやり方。こうやって上に持っていって、で、ばらけないように、ここってグループ化。こうすると、二つがまとまったので、こうなります。動かない。でも、これはダメです。できるだけしないでください。まあ、はっきり言って間違ったやり方です。本当のやり方はですね、もうここでカチッとする。ここからもう打ち込みます。これが正しいやり方になります。これが一番の基本で言って、で、戻りまして、ここ。これの作り方ですけどもね、まず同じサイズに図形を、はい、上は画像です。下は図形ですね。で、上の画像をコピーして、ここを塗りつぶす。
四つ目、塗りつぶし、ルーまたはテクスチャで。クリップボードを押します。同じのができました。これも入力できます。ルケイですか。はい、こうなりますね。はい。こういうことです。ということで、同じようなことができます。もう少しやってみて、円を作ってみて、この円をバーの花で塗りつぶします。はい、コピーって、はい、で、クリップボードを押します。はい。バーの画像で塗りつぶされました。これにテキスト入ります。カチッとあって、A と入れてみて、ちょっと大きく打っていきますね。はい。はい。このようになりました。これ、大事な技ですので、覚えておいてください。はい、だけども、いかがでしたでしょうか。これ、ものすごく大事なことです。まとめますと、パワーポイントの図形と図、または画像は全く違います。図形の場合は、カチッとするとテキストが打ち込めます。で、こちらの図とか画像はそれができません。その違いを押さえてください。で、こちらの方に同じことをしたいと思ったら、図形を用意して、こちらの画像で塗りつぶすという考え方。そういった画像に、いかにもテキストが入力できるような状態になります。はい、簡単なことでしたけども、多分に多くの方が知らないことではないか思って取り上げました。はい。では、今回はこれで終わります。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、では、また。